17世紀に描かれたジョン・デイビスの肖像、ジョン・デイビスは、イギリスの航海者、探検家。イングランド女王エリザベス一世の時代に活躍した人物で、北極海及び極東の探検で知られる。デイビスは、デボン州、ダートマス近郊のサンドリッジで1550年頃生まれ、1550年10月に、 同州のストークガブリエルで洗礼した記録がある。少年時代から船乗りとなり、近くに住んでいたエイドリアン・ギルバートと共に航海に出ている。デボン州出身のギルバート家及びローリー家はデイビスの親しい隣人であり、彼らとの交友から生涯にわたり様々な利益を得た。1583年1月、デイビスは、 エリザベス一世の長身であったフランシス・ウォルシンガムやジョン・ディーラに北西航路の航海という考えを披露したと見られている。1585年、デイビスは支援を受けて最初の北西航路探検に出発した。彼は氷に覆われたグリーンランド東海岸へと向かい、海岸沿いに南へ向かってグリーンランド南端のフェアウェル岬を回り、西海岸を北上した。 その先についに氷のない海を見つけたデイビスは中国へ向けてまっすぐ北西へと進路をとった。この海が現在では彼の名をとってデイビス海峡と呼ばれるグリーンランドとバフィン島の間の海峡である。北緯66度でバフィン島にぶつかったデイビスは島東部のカンバーランド湾を海峡と信じて侵入したが8月末には引き返さざるを得なくなった。 1586年及び1587年にも北西航路に挑戦した。1587年の3度目の航海では、デイビス海峡を通り抜けて、バフィン湾に入り、グリーンランド西海岸を北上しながら、北緯70度まで達した。彼は音楽家を引き連れており、イヌイットラとの接触の際に、音楽家に演奏させて、スイフラを踊らせ、関係を築いたという。 ここからデイビスは西へ向かい、北アメリカ大陸の北端を回って、西の中国へ至る航路を見つけようとしたが、果たせなかった。デイビスは、カンバーランドワン、ウォルシンガム岬、エクセターワンなど、北極圏のバーフィン島周辺に今も残る地名を名付け、ウィリアム・バーフィンやヘンリー・ハドソンらに並び、初期の偉大な北極体験家と称されるほどの業績を残した。しかしデイビスは、 マーティン・フロビッシャー同様、怒り狂う魚波と呼ばれた、流れの激しいハドソン海峡を通り抜けることができず、その先にあるハドソン湾を発見することはできなかった。1588年、デイビスはブラックドッグ号の船長となり、スペイン艦隊とのアルマダの海戦に臨んだとみられる。1589年、デイビスは海軍軍人のカンバーランド港。 ジョージ・クリフォードとアゾレス諸島沖で合流している。1591年にはトーマス・キャベンディッシュの二度目の航海に加わった。キャベンディッシュは試略船に乗ってスペイン船を襲いながら世界一周航海を成し遂げた人物でデイビスは彼に同行して太平洋へ向かい逆側から北西航路の探検を行おうとした。キャベンディッシュはブラジルでのポルトガル人との交戦で 部下多数を失い南大西洋で没したが、デイビスが残った部下や船を引き継いで、自らの航海を果たそうとした。彼は、マゼラン海峡に向かったが悪天候に阻まれ、戻る途中の1592年8月に、ディザイア号の戦場から、ホークランド諸島を発見した。デイビスは部下に命じて、食料とするために、ペンギン多数を仮保存食としたが、熱帯の暑さでダメになってしまった。 彼らは飢餓に襲われ、イギリスに戻った時には76人の乗組員の、うち14人しか生存していなかった。1594年には、実践的な公開術についての論文、船乗りの秘密を、1595年にはより、理論的な著作、世界の水路学的記述を表している。また、当時航海の際の測量用具であった、バックスタッフを改良して、デイビス式4分儀を、 発明した。1730年頃に、ジョン・ハドリーが八分儀を発明するまで、デイビス四分儀は、イギリスの船乗りに愛用された。1596年から1597年に、かけてデイビスは、ウォルター・ローリーと共にカディス及び、アゾレス諸島へと航海した。1598年から1600年にかけては、オランダの東インド諸島を探検に、 水崎案内人として加わり、海図や地形図を作成した。1601年から1603年にかけて、ジェームズ・ランカスター率いるイギリス東インド会社の第一回東南アジア公会に、水崎案内の責任者として同行した。オランダ東インド会社の東南アジア公会で、経験を積んだ彼の案内によりこの公会は無事、成功し、大きな利益を出資者にもたらした。 1604年にはイギリス東インド会社のエドワード・マイケル・ボルンの水先案内人として再度東南アジアに向かった。しかし、この航海でマレー半島付近で日本人海賊に襲われ、デイビスは落命した。マイケル・ボルンは1606年にイギリスに戻った後、デイビスの最後の航海の記録を著述している。ありがとうございます。